皆さん、こんにちは、ずんだもんです。こんにちは、四国メタンです。あれ、なんで羽田空港にいるのだ？今回の遠征は羽田空港から岩手花巻空港まで飛行機で行って、大分トリニータの応援に行ったのね。東京から北上まで歩いて行ってこいって言ったのに。ちなみに、東京駅から北上駅まで歩くと97時間かかるそうよ。その前に、動画の前に私たちの紹介をするのだ。1分だけお付き合いしてほしいのだ。まず、僕の名前はずんだもん。緑色の服を着ているのが僕なのだ。私は四国メタンと申します。ピンク色の髪が特徴です。僕たちはボイスボックスというテキスト読み上げのソフトウェアなのだ。流れている動画のように文字を打ち込んで再生すればそのまま読み上げられるの。しかも無料で使えて、アクセントやイントネーションを調整して抑揚ある発話を可能にできるのだ。 YouTube では知名度が少ないけど、声の調整が自由自在にできるので、投稿者は私たちを採用したのだ。投稿者はまだ私たちの扱いに慣れていないから不慣れな編集になっています。そこは投稿者のセンス次第なのだ。簡単ではありましたが、これが私たちの紹介です。それでは続きをお楽しみください。ところで、なんで飛行機で行ったのだ？本当は新幹線で行きたかったんだけど、地震の影響でチケットが取れなかったみたい。新幹線なら東北三姉妹の地をじっくり見れたのに。そういえば、ずんだもんの誕生秘話について触れていないわね。でも話すと別動画になってしまうから、今回は遠慮しておくのだ。詳しく知りたい方はずんだもんボイスボックスで検索するといいわ。空港からはどうやって行ったのだ？行きだけタクシーでスタジアムに行ったみたいよ。投稿者が事前に調べないからこうなるのだ。仕方ないわね。着いたのだ。今回は北上陸上競技場で試合が行われたわ。早速徘徊するのだ。着いたのが12時前だから、スタジアムグルメに目をつけたみたいね。じゃじゃ麺？じゃあじゃ麺をアレンジした B 級グルメよ。早速食らうのだ。前にブルージャサポーターさんがニンニクとラー油の調味料を入れていたから真似したわよ。郷に入れば郷に従えなのだ。柔らかめに茹でた麺と濃厚なタレと合っていたわよ。食後のアイスコーヒーを飲むのだ。雑味がなくてすっきりした飲み心地でした。飲み終えたら早速入場なのだ。風が強いのだ。12時ちょうどに入場した際の様子ね。このポケモン、ブルージャのマスコットであるキズールよ。下に2足の足が生えているのだ。深くは突っ込まない方がいいわよ。選手たちがウォーミングアップに来たのだ。動画や写真にはないけど、サムエル選手がトリニータコールの手拍子に両手でリズムを合わせていたわよ。アップ中も選手たちと和気あいあいとしていたから、コミュニケーションは問題なさそうなのだ。あとは普段の練習でアピールすれば出場機会も増えてくると思うわ。あと野村選手のスタメン起用で少し心配だわ。怪我からの復帰だから無理しないでほしいのだ。もうすぐ試合開始なのだ。試合を見たいからハーフタイムまで飛ばすわよ。野村選手にごめんなさいしないといけないのだ。綺麗に崩して決めたボールね。序盤は塩試合だったけど、先制してからトリニータの攻撃のバリエーションが増えてきたのだ。ブルージャの監督は秋田監督だから最終ラインの守備は固かったわ。後半もどうやって崩すか見ものなのだ。後半もすごいフリーキックなのだ。下田選手の芸術的なフリーキック、これを生で見に来た甲斐があったのだ。落ち着いたところで試合終了まで飛ばすわよ。アウェーで勝ち点3をゲットなのだ。失点はしてしまったけど、アウェーでも勝てることは重要よ。後半開始からグルージャは3人交代して大分のマークを錯乱させたい意図はよく分かったのだ。後半から出た伊佐選手がもう少し落ち着いていれば追加点が取れていたかもしれないわ。チーム全体も上向きつつあるから伊佐選手にも期待なのだ。試合後の挨拶ね。みんな安心した顔なのだ。この後野村選手がゴール裏に挨拶に行くの。野村選手が話している内容を文章化したわ。野村選手の大事な挨拶だから私たちはひとまず撤退するのだ。
背番号10番ね。次節も期待ができるのだ。それで投稿者は次はどこのアウェイに行くのだ。どうやらジェフ千葉みたいね。もう東京に戻ったのか。そうみたいね。今頃酒を飲みながら動画を編集しているんじゃないかしら。二日酔いで倒れればいいのだ。今回もご視聴ありがとうございました。